ゴーホザサミットは日本の競争場。主な勝倉は2018年青場所。場名の意味は頂点を目指す。半兄に2012年の産経大阪杯を買った湘南舞手がいる。2015年4月2日、北海道新日高町の矢野牧場で母ラグジャリーの10番子として誕生。同年のセレクトセールに上場され。 バッシュエージェントの鬼塚義心によって4300万円で落札された。山本秀俊によって所有され、美穂・藤沢和夫9社に入級。8月20日に札幌競馬場で行われた新馬戦で安城・エビナ真マッサヨシでデビューし、5着となる。続く未勝利戦でもエビナが手綱を取り、2着に2馬新半差をつけて初勝利を収めた。三戦目は、 晩餐趣味能に乗り換わり、百日層特別に出走。単勝4番人気ながら、メンバー中最速の上がり3回33.6の末足で2連勝を飾った。勝ち時計に0.9は2014年の同レースで、ルージュバックがマークした2歳、コースレコードに0.1秒差と迫る高時計だった。エビナ、趣味脳が共に、まだまだ良くなると評したことから、年内は無理を、 せず、年明けの東京開催まで休養に入った。復帰戦となった、共同通信杯では、スタートで束に寄られて後方からの競馬となり、メンバー中最速の上がり3回33.2の末、足で追い込むも4着に終わる。続くスプリングエスでは、後方からレースを進めるも伸びきれずに7着に沈んだ。ダービートライアルの青馬賞では、年明けの2戦で手綱を取った。 田辺広信に代わり、エビナが安情に復帰する。過去二戦が振るわなかったことから単勝六番人気と評価を落としていたが、直線では力強く抜け出し、2着エタリオうに2場審査をつける干渉で重賞発制覇を果たした。同時に、東京優秀への優先出走権を獲得した。東京優秀は、一コーナーでの振りで一度りが想定より後ろになったことも響いて七着に終わり、 エビナの25回目の挑戦でのダービー初制覇はならなかった。夏には、ベージーアイベルモントダービー招待ステークスへの参戦が計画されたが、日本貨物航空全便が整備記録の記載問題のため運航中止になる、トラブルに巻き込まれ、遠征は中止された。代わって出走した札幌記念では、先行集団から伸びきれず7着に終わった。以下の内容は、 netkeiba.com よび Javis Search の情報に基づく。ありがとうございます。